七ボタ。身近にあるあんなことやこんなこと、大分のすごい子供たちや将来役立つかもしれない七ボタの情報を紹介しちゃう番組です。こんばんは、財前真由美です。新しい年もスタートしましたが、皆さん書き初めはしましたか？今回の七ボタは書道をより楽しむポイントを教えてもらいます。さて、新年最初の七ボタは書き初めをやってみよう。今回は書家として活躍中で普段子供たちにも書道を教えてる三重の文雄さんにいろいろ教えてもらうぞ。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。書き初めってどんな文字書いたらいいんですかね？新年に向けての抱負とかでもいいですし、もう好きな文字でも、その年の、あの記念の文字でも何でもいいと思います。じゃーん。今年は寅年ということで、ひらがなで寅を書いてみることに。あ、この感じ気持ちいいな。筆の中に馴染んで、こうして。コツは腕をこう動かすことがコツなので、下敷きや紙の折り目を見ながらお手本と同じところから書いてみよう。この白いところを見るのも大事で、このくらい空いてるかなっていうのを開けてこう書くと同じ位置に、余白がどのくらいしたのかなって考える。 それがバランスを取るポイントか。はい。ここですね。はい、はい、文字のつながりを意識するとよりうまく書けるんだって。教えてもらうだけでなんか達成感があるから、もっともっと書いてみたいっていう気持ちになりますね。最後は先生にも書いてもらいましょう。書道パフォーマンスも行う三重の先生は、年末にみんなから募集した1文字を なんと109文字一気に書き上げたんだってよ。すんげーなー。財前さんの好きな文字、まこと。おお、かっこいいな。大迫力のまこと、すごすぎる。普段どんな思いでお習字を教えていらっしゃるか教えてください。字が上手くなるっていうことはもちろんなんですけど、まず一番はこう書道がこう上手くなるために頑張っていくことによって、 これだけ自分は頑張れたんだから、他のことにだって頑張れるっていう気持ちがこう芽生えてほしいなっていうふうに思ってます。もっともっとたくさんの人に書道に親しんでもらいたいですよね。今日は書き初めということで、お習字の魅力を三重の先生に教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回の七夕もお楽しみに。